次回のパリピ孔明は、孔明の計略でライブが成功したと思ったら、ダンディーでリッチでゴージャスなおじさんがいきなり空前絶後の悪魔的究極の選択を迫ってくる。私も来る。そしてアニメのターニングポイントも来る。そしたら孔明がまさかの、頑張れ孔明、負けるな栄光、テレビアニメパリピ孔明第4話、孔明道を照らす、レ